机の上と別に何にもかかってなくて机の上にただこぼしたのと、あの私のお洋服に染み込ませたぐらいなんで全然まあ実害はあんまりないんですけど、結構ショックです。なので私のワンピースからは今三ツ矢サイダーの味がします。あ、どうしようね、ちょっとだけ待ってられる？いいよ、ありがとう。配信始めんなよって感じだよね。アイロン持ってきていい？あ、でも待って、ツインテールの写真撮りたいな。いいや、やめます。今日はオムライス、オムライスとチキン。うん、おっきいお口。すぐそこにさ iPad あったからさ、かからなくてよかったと思いました。本当に危険だな。今向こうから覗かれたら、覗かないとは思うけど、覗かれたら終わりだな。まあ、ちょっとここ使いたいなって思って覗く人もいるじゃん、チラッて。覗かれたら危ないみたい。いや、メンバーなら全然いいんですけどね、マネージャーさんとかスタッフさんとかだったらアウトですから。でも嫌だけど劇場の着替えとさスカートの中見えてるのはちょっと嫌じゃない？別じゃない？またう
もちろん履いてはいるけど、見えてもいいやつ。見えてもいいけど見せるものではないから。こんにちは。この後髪巻きたくて。1時間弱配信して写真撮って負けるかなみたいな気持ち。ま、今ご飯配信して食べ終わって写真撮って紙巻き配信もできる。あ、それにしようかな。そうします。だからまた戻ってくる。いや、先写真撮ってこいよって思うよね。ごめん、そうだよね。でもね、始めちゃったの配信だから今まずオムライス食べて、もうあとこれくらいで写真撮って、で戻ってきて紙巻き配信にします。暇なのよ。うん、同じ休み時間日ゆか休み時間違うから。暇なの。ふわふわとろとろのオムライス美味しいです。今日の朝ごはんは炙りたらこおにぎりでした。
鉄道ネイトさん、どんどんどんさん、ハートありがとうございます。セブンの15分だけかな、一旦この配信また戻ってくる、うん、髪巻いて歯磨いて五分今シングルから時間がね、いろいろ変わったので、ちょっとそう謎ですが、休憩時間が短くなったって感じかな。うん。このなんか長休憩みたいな時間があったんだけど、それがなくなった。うん。でも早く帰れるからいい。なんかやっぱメンバーはみんな思ってたんですよ、この30分何なんだろうみたいな。その別にお昼ご飯休憩みたいな感じで多分撮ってくださってるんですけど、別にその休みの休憩の部で食べれるしみたいな、うん、そう私も今のこの4部の時間に食べれるし、2日間あるからさ、早く帰って早く寝た方がいい。お風呂も入んなきゃだし、完全完売してるメンバーはそうもいかない。いやでもナルも言ってたよ、この30分いらないって。休憩ない選抜メンバーのための時間、いやだから選抜も言ってたんだって、真中とかも言ってたし、この30分いらないよね、すぐ始めたいって。そうそうやってみんな発表に対する皮肉を言ってくるんだ、お前はどうせ非選抜なんだから黙ってろって。どうぞ言ってください。私は事実しか述べない。地雷じゃない、別に怒ってない、怒る気にもならない、またそうやって皮肉言うてるわって感じ。ごちそうさま。知らない方が予想でコメントして、あ、違います、いつも皮肉言われる人なんで大丈夫です、はい、もう知ってるんで、いつも皮肉しか言ってこない人たちなんで大丈夫です。
はい、何とも思わないです。知らない方だなっていうコメントは分かるんですよ。もうあのこんだけ5年も毎日配信させてもらってると、この人皮肉しか言わないとか分かってくるんで、あの本当に本当に知らないんだろうなっていう方には本当に優しく教えるから、私大丈夫うん、ということで一旦配信を終わりまして、写真を撮っていきたいと思います。はい、それでは、飛ばされてください。バイバイ違う、あのブロック飛ばされてください、どこかへ皮肉しか言わない人はどこかへ飛んでってください。ありがとう、私の指一つで君はどこへでも飛んでいけるんだよみんなはあのまたあの配信するんで15分ぐらいかな、多分写真撮ってアイロン持ってきてってしたら多分15分後ぐらいにまた会いましょう。あのこの場所はちゃんと予約してあるんで大丈夫です。それでは多分開始時間1時間経たないからあれだと思う、通知来ないと思う、ランキングも変わらないし、だからランキングは後で読みますね。んじゃまた後で、ありがとうよ、またねー。よし、髪の毛巻き巻きタイム、イエーイ。髪をサイダー飲み終わって次なっちゃんジュース好きすぎない？アクセサリーギラギラで全部サリーコインズ、写真撮ってきました。ちょっとずつね巻いていきます。アイロン温めるの忘れた。こっちに鏡があるのでこっちでやってもいいですか？これ以上伸びない？何が伸びない？何が邪魔してんだろう。いや伸びてるな、全部伸びてる。ただコンセント抜けてライトが消えた。いきます。
本当はねコテの方が巻きやすいんだけどね、荷物減らすためにねコテ持ってきてない、コテアイロンなんていうのカールのやつ持ってきてないので、ストレートでなんとか頑張って巻いていきます。巻くって言ってもウェーブかな。風とみとさん、クマ、待って、クマ、クマ指輪タワーありがとう、せーの、タワータワー、ありがかタワー、風と海とさん、ありがクマ指輪タワーありがとう、びっくり、ありがとうございます。可愛くて。可愛くて投げた、ね、荷物少なそうな美人っぽいよねこの感じ。全然今日も全力で荷物多い。ちょっと目乾燥してるわ。なんかさっきこの部屋に入った時すごい湿気がすごくて、そうエアコン切ってドライにしたのよ。だからすごい逆に次部屋が乾燥してる。可愛すぎて思わず投げました。やばいやばい、可愛すぎて思わずタワー投げちゃってる。やばいっておもろいって。ありがとう。ちょっと送風にするわ、ドライヤーなんて。ドライ、ちょっとつらい、ドライつどうしようかな、次の髪型。途中なのに可愛い、ありがとう。全然超途中だけど、ね、乾いてる。こんにちは。
っぱむずいな、ストレートでウェーブとか巻き作るの。かわいい、嬉しい、ありがとう。綺麗になるつもり？うん。そのつもり。そのつもり。そのワンピめっちゃいい。どうせ鎖骨出てるからでしょ。そういうの好きだもんね、君。そういうの好きだもんね君。内側だけ今うねうねさせてます。ゆるっとふわっと、そんな女の子。でもこうやって自分でやると余計に思う、マジでメイクさんってうまいなって、うん、まあそれで お金もらってるプロだからうまくないと困るんだけど、そりゃそりゃそうだけど、うん、負けてない。負けてない人。見て、ふわふわ。多分これで全部負けてるはず。
まだ半分しか負けてない。でも15分で半分か、いいペース。15分には終わりたいと思ってるので、次のね部もあるので。負けてない人発見。うん、ダメだ。可愛すぎて生成 AI かと思った。だってこんにちは。な、 AI ってどういう喋り方なん。よし、あと半分頑張るか。全然違う、見て、ストレート。の充電器忘れた。なんかでも虫刺され感はないけどめっちゃ痒い。どういうこと？実在してるのが奇跡。やばい、めっちゃ言われてる。え、何？今日うちのこと褒める会みたいな結成されてる。ハルピョンがこの時間配信するのでみんなで褒めたたえましょうみたいな。そういう感じ。ありがとう。なんかめっちゃ痒いんだけどさめっちゃ痒いけどありがとう。嬉しいです。
嘘つけません、ありがとう。つかないでいいですよ、全然。本音で、本音でぶつかり合おう。可愛いだけだと思ってたけど綺麗になってびっくり。どうも嬉しい、なんか今日いっぱい褒められる。よいしょ、ぶつけた。イヤリング落とした。やけどしないように気をつけます、ありがとう。今の熱かったのは別にあのアイロン触って熱かったわけじゃなくて、髪の毛が熱かっただけで、そう全然大丈夫です、ご心配を。まあでも髪の毛が厚くても火傷はするので、そう気をつけます。そんな、ありがとう。天井なんてないですよ、可愛さに。女の子はまあ可愛いって思って努力すればするほどどんどん可愛くなっていくので、可愛いに天井はありません。はい、
の字幕毎分更新中、やばすぎ。もううち死ぬときやばいやん、かわいすぎてクレオパトラみたいな。毎分可愛い更新してんでしょ。本当にそうなるよ。可愛すぎてクレオパトラ。私ってそんなに可愛いの？え？本当に？なんか本当に全然自分で思わなくて。みんなに言ってもらえるけど、本当に自分でそう思わなくて。だって可愛すぎるんだったら選抜に入れたりさ。してるはずやん。もうちょっと見つかったりしてるはずやん。そうだから、まあ全然可愛くないんだなって思ってる。そう、本当にいろんな方、それこそ行かない旅のコメント欄とかでもさ、橋本さん笑顔が素敵とか、本当私のこと多分知らない、初めて知ったんだろうなみたいな人とかも、なんか可愛いですみたいな、 AKB 知らなかったけどこの子気になりますみたいなコメントしてくれたりとか、嬉しい。うん、11分めっちゃいい時間。アイロンしてランキング読んで、めっちゃいい時間なんだけど。何本かぐるぐる巻きを混ぜます。このコメント欄全部見ちゃう。え、わかる、マジでわかる。自己肯定感上がるよね。まあ、たまにいるよ、なんか、え、橋本さんのこと持ち上げすぎじゃねみたいなコメントしてる人。でもそれ以上になんか持ち上げてくれてるからなんかそんなコメントへでもないみたいな気持ちになっちゃう。本当に、うん、いや少数派だぜ君みたいな気持ちになれる。君間違ってるぜって、少数派だぜって、なんか自己肯定感上がってる勝手に。
だって別にさ、知らないなら褒めなくてもいいしさ、コメントだって残さなくてもいいわけじゃない。でもわざわざそうやって褒めるコメント残してくれるってことはさ、本当にその人の心に刺さったっていう可愛さってことですよね。と、よし、ちょっと手洗いたい。スタイリング剤つけちゃったから。前髪スプレー、前髪もちょっとだけやろう。シューしよう。気持ち丸めようか。よし。お、16分。目に入った。よし完成。ちょっとこの後アクセサリーつけます。ヘアアクセ、これにしよう。5部だけこれつけて、6部はあれをつけて、今日は頑張ります。全然ということで、OK、皆さんありがとうございました。また今日夜はちょっとしないかも。明日の朝が早くて、ちょっと明日の朝のためにやらなきゃいけないこともちょっとあるので、明日は一日お仕事ですので、いろんなお仕事って感じなので、一日明日も頑張るために今日は早く寝たいと思います。ということで皆様ありがとうございました。この後5部6部全力でみんなのことをお待ちしております。それでは最後にキャッチフレーズじゃなくてランキングを読んで終わりにします。1位風と海とさん、パワーありがとうございました。イエーイ、ありがとう。あれ、シュシュどっか行っちゃった。
に大政015さんありがとうございます。3位バージョンアールさんありがとうございます。4位トシさんありがとうございます。5位ともゆきさんありがとうございます。6位マックミックさんありがとうございます。7位コロポックルさんありがとうございます。8位鉄道のエイトさんありがとうございます。9位サウロンさんありがとうございます。10位ベベモンさんありがとうございます。11位シホさんありがとうございます。12位エリーちゃん大好きさんありがとうございます。13位くじのだいごさんありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。それではこの後どんなヘアアクセをつけるのか五分の皆さんお楽しみに。じゃあありがとう。またお話し会で会いましょう。またね。ありがとうございました。バイバーイ。 See you。